各総合所から地域の魅力やイベント情報、また地域で活躍する団体や個人の取り組みなどについてシリーズでお伝えするコーナー、9つの宝箱。今回は白山総合所から我が町の特産物を作る白山地域ブランド化推進の取り組みをお送りします。皆さんこんにちは。白山総合支所地域振興課の長谷川です。今回の9つの宝箱は、ここ白山地域の特産品を作る取り組みについてご紹介します。まずはこちらをご覧ください。ここに並んでいるのは白山地域で栽培されている農産物やそれを加工して作られた物産品です。美味しそうでしょ。このように白山地域では様々な工夫を凝らして特産品作りに取り組んでいる方がいらっしゃいます。はじめにその現在の取り組みの様子を少し VTR でご紹介します。この白山地域は美味しいお米のブランド一四米の産地です。一四米とは伊勢平野の肥沃な土壌に加え、雲津川の豊かな水、温和な気候、青山高原を仰ぐ山間部の澄んだ空気が生み出すこだわりのお米です。お米作りに適した自然環境の白山地域で採れる一四米は、良質で美味しい自慢のお米です。こちらは白山地域で採れた農産物の直売施設、白山ぬくいの里です。いろいろな野菜やお米などが所狭しと並んでいますが、ほとんどは午前中に売り切れてしまうほど。中でも一番人気はお隣の工房よって完成で丁寧に手作りしているぬくい山豆腐です。原料の大豆はすべて地元産、毎日150丁の限定生産です。朝9時30分ごろから店頭でも販売していますが、すぐに売り切れてしまうほどの人気ですよ。そしてこちらは伊野山農園のこだわりのブルーベリーの葉や実から抽出したエキスと伊野倉温泉の源泉を独自の技術で配合して作った源泉ブルーベリーボディーソープです。若い女性を中心にとっても人気の高い商品なんですよ。伊野山農園では5000平方メートル以上の広大な農園に1500鉢以上のポットで20種類以上のブルーベリーを栽培しています。そしてこの溶液栽培ブルーベリーから抽出した葉エキスなどを使った天然温泉水配合スキンケア商品の製造・販売事業で、国の農商工等連携事業と6次産業化の認定を受け、事業展開に取り組んでいます。さて、このように白山地域のさまざまな事業所ではそれぞれに工夫を凝らして独自ブランドの特産品を開発し、地域力の向上を目指しているわけですが、昨年度から白山地域全体で取り組める特産品を創出しようと研究を続けている組織があります。それが白山地区農産物ブランド化推進研究会です。白山地区農産物ブランド化推進研究会は昨年の6月に設立総会を行い活動を開始しました。会員は地域内で大規模農業を経営する方や専門的な農業経営を展開している方、また販売機関や関係団体の代表者など20名です。研究会ではすでに生産されている農産物のさらなる選別化を図った地域ブランド化や、全く新しい品種の新規栽培によるブランド創出、地域内で生産されている産品を加工した商品開発など、あらゆる方向からの特産品創出の可能性を視野に研究を進めています。この研究会が今取り組んでいるのが、教育機関との連携と獣害の対策により生み出される二次的生産物の利用による商品開発、つまり
高校生による鹿肉メニューの創作です。鹿などの野生の動物を食材とした料理はジビエ料理と言われ、ヨーロッパなどでは家庭料理ともなっていますが、日本ではまだまだその調理法も一般的ではありません。近年では農作物を荒らす害獣が爆発的に増えたことに伴って、駆除目的で捕獲される鹿やイノシシなどは膨大な数に上りますが、そのほとんどは食材として生かされることはありません。そこで研究会ではジビエ料理の第一人者で、ご自分で経営するフランス料理店ミュゼ・ボンビバンでも大人気メニューとして鹿肉料理を提供しているシェフ出口直樹さんと、市内の害獣捕獲数では他のハンターの追随を許さない美杉町にお住まいのプロワナ師の古田博隆さん、このお二人の最強タッグによりご協力と、三重県立被災農林高等学校の全面的なバックアップをいただき、害獣である鹿を食材として活用するためのメニューとその調理方法を考案し、地域の PR にも役立たせようという取り組みを進めています。その取り組みの一つが11月に予定されている被災農林高校生活デザイン科食生活コースの生徒たちによる創作ジビエ料理コンクールです。これは高校生の皆さんに鹿肉を使った美味しくて家庭でも調理できるメニューを考案してもらい、それを地域の中に広めることで地域を象徴する味にもなっていけばという思いも込めて開催するものです。それに先立って9月9日、10月1日、10月29日の3回の授業を出口シェフから調理指導を受ける実習時間にあて、生徒一人一人が独自のメニューを作り上げて11月26日のコンクールに臨むことになっています。第1回の9月9日には初めて出口シェフの指導を受けた生徒たちが少し緊張の面持ちで説明を聞き、実習に取り組んでいました。鹿肉って今まで使ったことがなくて、料理の仕方とかも全然わからなかったんですけど、今日いろいろ教えてもらって、で調理の仕方とかあまり思ってた以上に臭みないっていうことも教えてもらったので、今後今日教えてもらったようなことを生かして、これから料理作ってみたいなと思っています。今度コンテストに向けてどんな料理か作ってみたいと思いますか？はい、特にないですけど、今回教えていただいた鹿肉の料理を生かして次のコンテストに向けて考えて頑張ってやっていきたいと思います。今回の取り組みに対してはどのように考えますか？はい、そうですね、おそらく全国的に見てもですね、こういったジビエというものをテーマにした会というのはおそらく前例がないと思いますので、そういった意味では今三重県がですね、一生懸命その、品質マニュアルとかですね、管理そういった部分でですね、大きく動いていますので、タイミング的にも非常に良かったんじゃないかなというふうには思ってます。はい、どんなジビエメニューが出来上がるのか今からとっても楽しみです。このコンクールで入賞したメニューはいろいろなイベントの中でもご紹介していきたいと考えています。どうかお楽しみに。最後にブランド化推進研究会の伊谷会長に今後の事業展開について意気込みをお聞きしました。この地域でたくさんの方がそれぞれ思いを込めて作っていただいた産品をまとめてですね、コラボをしながら地域で愛されていく郷土料理になっていけばいいな、そのような形で考えております。また環太平洋経済連携協定がもし協定がされてもですね、この白山の地域が元気で生活できるような地域にしていきたい、そのようなことを考えて皆さんのご指導を仰ぎながら活動を続けていきたい、こういうふうに考えております。以上です。今回は白山地域から白山地区農産物ブランド化推進研究会の取り組みをご紹介しました。この白山の土地の豊かな恵みを活用し、また白山がさらに活力あふれる地域となっていくことを目指して、
地域力の向上に取り組むブランド化の活動、今後も研究会の皆さんのご活躍が楽しみですね。今回の放送についてご不明な点は、白山総合支所地域振興課電話 262-7017 までお問い合わせください。